皆さんどうもこんにちは、ダイダラです。ナビ付き作ってわかる初めてゲームプログラミング、今日もやりましょう。よろしくお願いします。さて今日もシューティングゲームの続きからやっていきましょうか。ではエイリアンシューティング、前回ねめちゃくちゃ濃かった、もう最高の内容でしたね。毎回なんかねいろいろ教えてくれるこのゲームなんですけど、そう前回はねステージを作ってゲームっぽくして、そしてねこのステップ4、超大事なゲーム画面をスクロール、これがねもう革命的でしたね。これでゲームのねゲームは一気にファミコン初期からファミコン後期に進化しました。あんま進化してないな。でもかなりねゲーム性が上がったと思います。はい、というわけで次はね、というか今日やるのはまずはステップ5、スクロールを止めよう。やっていきましょうか。自動スクロール止める？ダイダラさんようこそって話してるうちにどんどんゲーム画面が進んじゃいますね。レッスン中ゲーム画面が勝手にスクロールしてるとゲーム画面が確認しにくい。ということで自動スクロールをストップさせる仕組みです。どうやってストップさせるの？定数濃度の値を止めるのかな。どうするんだろう、ボタンを押してる間とかね、画面の半分いくまでとかわかんねえ。さて自動スクロールをストップするための準備として、ZR ボタンを押してる間だけスクロールする。あー、そんな風にするんだ。入力、はい、入力ボタンを押したら ZR 来た。うっす、火の準備で時間かかろう。で定数ノードを選択して、さよならすのバイバイということで、お気軽さよならしたな。さあこれでボタンを押してる間だけスクロールする。お、これねボタンを押してる間だけ増える。さあ見に行きましょうか。おお、来た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 。押してる間だけ動くね。さあ押してる間だけね進みます。しかしこのままだと押してる間じゃないと遊べない。逆にボタンを押してるだけ、止まるように改造しましょう。オッケー、どうすると思うみんな。じゃでは今私の作った仕組みを反対にしましょうか。ねえ、ZR ボタンを押してる間だけスクロールがストップするように。ね、言い換えるとね、押していない間だけスクロールするんだ。ということで、押してない間だけ何かするための仕組み、プログラミングするために、ノットノードン！ノット出てくるんだ、ノット。ね、アンドノットも、アンドノットあるんだね。ノット、なんなん、僕はノットじゃないぞー。ノットノードン。ノットノードンですね。俺はお前に協力なんかしてやんないからな。このノットノードンはね、これ多分大事、この子。入力がない時だけシグナルを出力して、逆にある時は出力しない。天の弱なんだよな、こいつ。そう、天の弱、あ、かぶった！同じこと言う！いや、嘘なんかつかないぞ。じゃあ、ボタンノードンのやつ、これも消して、繋いでいきましょうか。こうして、どんどんさよなら。これで、大丈夫だね。押し間は止まる。見ていきましょうか。こっち。こっち。はい、こっち。オッケー、オッケー、オッケー。これでゲーム画面のストロールを止めながら確認ができるっていう。で、よし。よし、プログラム画面行きましょうか。まあ、止められるってことはいいことだ。ではでは、これでー。え、もう終わりかよ、ステップ5。あまりにも短い。お見事！今回のステップではゲーム画面をスクロールを止める仕組みをプログラミングしました。まあ、ノットノードの使い方を軽く教えてくれたってことかな。さて、次回はエイリアンよりももっとすごい障害物。何作るんだろう、障害物って。楽しみだね。ノードンガイド出るかな、これは。出たな、天の弱ノットノードン。ノットノードについてね、せっかくなので見ていきましょう。ちょっと本当簡単にしかさらってなかったのでね、細かく見ていきましょうか。さあ、ノードンガイドは天の弱ノットノードン。うわー、何、戦場へようことじゃねえね。ダイヤ、すごいことになってるけど、ずっと爆発が続いてるから、ダイダラにこの爆発を止めてほしいんだ。何、俺、別世界に来たかな、今。おかしい。B ボタンを押して、あ、止まった。あ、いや、何これ、 B ボタンを押してる間だけ止まる。爆発、ボタンを押したら爆発するんじゃなくて逆に止まるって不思議じゃないっていうね。ノットノードンかね、入れてんだね。エフェクト爆発があるんだ。おっ、ダイダラ。はいはいはい、ダイダラハン。ボタンノードンのボタンノードンのなんだバイド。
旦那毎度ダイナマイド、あ、だ旦那毎度ダイナマイドっていうね、ねこいつね、さゲーム画面で爆発しとったのはあてのエフェクトやでっていう、ゲーム画面でもプログラムでも想像しのどな、やばいやつだよエフェクトくん。ね、何今回はさ、ノットノードについて知りたいんだ。どうやって止めたか知りたい。ノットノードの出番だ。俺はノットノードンじゃないぞ。すぐ嘘つくんだから君は。1は0へ、0は1へ。ノットノードンだよっていう。俺は無関係だから構わないでほしい。ノットノードンは、はんは恥ずかしやりやがでやな。仕方ない、俺たちでノットノードンについて説明していこう。さあ、見ていこうか。まずね、見てもらったら分かる通り、ね、B ボタンでノットノートに入力ポートにね、データを伝えてます。俺は入力も出力ポートもない。ね、入力を判定して出力なんかしないぞってね。まあ、嘘しかつかないので、ね、入力を判定して出力するんですよ、この子は。ね、黙っといて、あんた。黙らんってやらんこともなくないぞって、ややこしい。ね、ノットノートはこんな風に、あべこべばかり言うのと。で、入力ポートを受け取ったシグナルもあべこべにして出力する。まあ、本当は反転するんだよ。反対になるっていう。嘘ついて出すっていうこと。で、出力してないときは、出力するっていうね。うん、入力されてないから出力する。で、ね、それで、何もしてないと爆発するっていうことや。だから、ボタンを押してないときに爆発したんだ。で、次、ボタンを押されたとき。ね。だから嘘つくので、入力されてるときは、で、入力されてないことになるっていう。だから、爆発は止まるっていうことだね。OK。押されてるから爆発が止まった。これ、うまく使うのどう使ったらいいんだろうな。難しいな、でも。そういうことだぞ。さあ、詳しく説明すると、ノットノードは、0が入力されると1。0以外が入力されると、0を入力する。だから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10とか入力しても全部0になる。でも0だったら1になるってことだね。OK。どんな数を入力しても出力は必ず0か1になる。はい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 。さあ、見ていきましょうか。うるせえ、ずっと鳴ってる。騒がしい。止めましょう、B ボタンで。OK。どういう時止まるか確認できたかなっていう。これがノットノードの力ですね。押してる時シグナルが0になる。俺のこと分かってもらえて嬉しくなんかないぞー恥ずかしがり屋の上テレアでんなが。ということで、ね、ノットノードはどんな時も必ず逆のことをするんだ。ね。もう、ある意味正直だよ。絶対逆のことするから。入力がなければある。入力があればない。ね。そういうこと。プログラミングでは〇〇じゃないとき、〇〇させたいときがある、あるある。そういうときに使えるとき、ノードン。だからマジ使います、ノットノードンは。ねえ、覚えてほしくなんかないぞっていう。うん、おたまじゃくしでんなぁ。天の尺や。あ、それを言うなら天の尺やろ。おたまじゃくしでなんや、成長したカエルになるんかい。ツッコミ長い。エフェクトノードンはおもろいなぁ。これ嘘やからな。面白くないってことやから。おぉ、人生初めて受けたで。すげえディスられてるじゃん。はい。ノットノードについて詳しく説明聞きましたね。それでは次、ステップ6いきましょうか、このまま。ステップ6。くるくる回る障害物を作れ。何このヒゲのおじさん。マリオじゃん。いや、マリオと、なんか、なんたらマウスが合体した姿。行ってみましょう。はい。ダイダラさんお待ちしてました。大丈夫、押してるよ。スクロール止まった。さあ、前回はスクロールを止める仕組みを作りました。ノットノードン使ったんだよね、ここで。さあ、今回はこの機能も使いつつも、新たなプログラミングしましょう。何するんだろう。いや、くるくる回るやつだ。そういや。さあ、ステージの続きを作ろう。ステージまだ作んの？おしゃれなモノノードンをコピーしてって。よかったよかったよかった。まだ続くんだ。まずここ。まだ、めっちゃ長なんで、ステージこれ。大丈夫？はい。もう一個コピーして。どこまで作るんや、これ。はい、来た。これで OK！ 壁また作りましょう。もう全部ね、前回というか、めっちゃ前に作った時の続きだよね、ほんと、こんなの。もう一個コピーしましょう。ねえ。もうこうやってコピーするのもお手のもんですね。こうやって見ると。見ない壁もコピーしていきましょうか。さあ、雑に置いていきましょう。はい。さあ、これでプレイしてみましょうか、今ので。まあ、同じだよね。変わり映えしないけど。まあ、ゲームとしてはね、ゲーム画面スクロールして、
エイリアンがいっぱいいて、増えたな、エイリアン。ねえ、うわ、上行かなきゃ。上行って、いい感じですね。さて、ステージが長くなってきたので、作ったとこまで行くのに時間かかりますね。ということで、ゲームのスタート位置をずらそう。何？どうやってずらすんだい？ゲーム画面ノードを入力して、ここまで移しましょう。あ、ずらしたな。UFO ノードも選択して、移動させましょう。悪いことしたな。わ、一気に前まで行った。デバッグだ、デバッグ。これですぐ確認できます。本当だね。ベロリー。よし、じゃあ今からこれで仕組み作っていこうか。さあ、メインイベント。くるくる回る障害物。何？回せるものノードン。これ初めてだよね。回せるものノードンって。全動かせるものノードンは使ったけど、回せる？円柱。なんだこいつ。あ、おっほっほ、困りですねー。ははじゃないな。回せるもののどん。回ることは私の、あー、出てているございます。さあ、回せるもののどんはくるくる回せるものをゲーム画面に登場させるんだ。へえ。回ってよ。ほら、くるくる回れよ。弾で壊すことができるね。エイリアンと同じ色にしておきましょう。ということで、ピンク。あ、壊せるようにするんだ。これで。回ってる？回っとらんよ。ピンクの円柱があります。はい。回ってくれません。あ、置いたままでは回ってくれないんだ。ちゃんと設定するのかな。物を回すためには定数ノード。あー、軸が書いてるわ。だからどの軸で、ね、どの速度で回転させるかってことかな。ほんとね。うーん、 0.02 にしましょうか。天気使いましょう。これな。よし、0.2。 あ、8になった。なんで 0.8 になってんだ今。 OK。 さあ、これで Z 軸に回そう。うんうん、これでくるくる回るはずです。軸の間隔は皆さん覚えてますか？ XYZ ね。ちゃんとここら辺は自分でも分かるようになってることいいっすね。わー、めっちゃ回ってる。めっちゃ押せる。こんな感じで回せるものの入力すれば、ものを回すことができます。連結使って派手にしましょう。連結使って派手にする、どういうこと？ねえ、もの、シンプルなもの、円柱。こう、円柱を出す。あ、円柱を連結させて。ねえ、うまくするってこと。連結面、あ、ここにする？ X プラス面にして。よし。連結、下から上への法則忘れないようにね。させたいものを、ね、何から何へって感じで、ね、ね、連結するの。あー、連結してる、すげー。やりたい。一緒に回ってる。もう一個くっつけましょう。うわ、すげー、 T が回ってる。テトリスだわ。はい、また移動して、モノノードの設定、またこれね、同じようにするのかな。今度は反対側に続けるね。連結面、対象のどこにつけるかってことだね。どの面をどこに。よし、連結させよう。連結の連結、ダブル連結じゃん。すげえ。おお、エッチだった、エッチ。うわー。ということで、完成としたいとこですけど、リトライだ。はいはい、リトライ押します。UFO を回る障害物にぶつけてください。もうやってるで、何回も。ほら、はい、 UFO は壊れない。じゃあね、回る障害物に当たったら UFO は壊れるようにしましょう。 OK。 さあ、 UFO ノードの設定でね、壊れる詳細設定とかあったよね、確か。エリアだけじゃなくて、回る障害物、つまり円柱に当たっても壊れるようにしましょうってことで、振る舞いのとこの設定を円柱にしていきましょうか。さあ、これで大丈夫なはずです。行ってみよう。痛い。うわー、壊れた。円柱が壊れましたーねー。オッケー、大丈夫です。ではでは、これでステップ6クリア。案外楽々やったね。いい回転数、おめでとう。やったす、おめでとう。今回はくるくる回る障害物をプログラミングしました。ものを連結すると自由に形を作れて、回せるものノードに連結すれば複雑な形のものを回すことができる。なるほどね。まず、なんか支柱となるものを回しつつ、その周りに何か付属して回すことができるわけだね。おもろいね、これ。今回のステップはね、次のステップは今回で応用編だ。くるくる回る敵を作ろう。
くるくる回る敵？え、どういうことや、くるくる回る敵って。敵に連結させる？え、分かれへん、これは。さあ、モノノードンのノードンガイドも来ましたね。使うものはね、前回と変わらない感じでしょうか。じゃあ、ノードンガイド見ていきましょうか。レッツラゴー。はい。くるくる回れ、回せるモノノードン、見ていきましょうか。はい。回るモノノードン。円柱以外も選べたんよね。多分、回る回る回る、見て、すげえ勝手に回る。こんにちは、ダイダラー。ゲーム画面には直方体が浮かんでるよ。ね、スティック上下でめっちゃ回転する。すげえ、前後に回った。この直方体は回せるものだ。で、今回は回せるものについて解説していくからね。よし、見てみましょう。ランランラーンってことで。すげえ、簡単なプログラムだ。回せるものドドンでーす。グリ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 。パートナーのダンスを楽しむには無重力でーす。重力に縛られず、なんか楽しく踊りましょう、だって。なんかようなの、ちょ、回せるものドドンについて教えてもらおうよ。ね。まあ、これはもうみんなわかると思うけどね、この時点で。ほうほう、物が回る仕組みを知りたい！よろしい！というわけで、いろいろ聞いてみようか。ね。L、ね、上下を X 軸ポートに伝えてる。そう、X 軸。あ、今見て！ね、この子、名前なんだっけ？アリスだったっけ？この子の横向き。横向きを軸に回転する。だから横にね、ぐさって串を刺してる感じな。それで、くる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 って回ってんの、これで。ね、入力する数によって回る速さと向きと速さを変えられるんだ。だからスティックを倒すと僕が1を出力するとね、1秒間に1回の速さで前回りくるくる。逆に半分ぐらいだったらね、下に半分ぐらいだと 0.5、 1秒間に半回転の速さでゆっくり後ろに回る、後ろ回りっていう感じ。じゃあ他の入力ポートに数が入力されるとどういう回転になるのかね、 Y 軸ポートしてみようか。定数ノードにつなげてみる。バイバーイ。めっちゃ4になった。4ですね。わかりました。ダンスパートナーは定数ノードさんですね。ということで、Y 軸につなげましょう。皆さん、Y 軸ってどっちかわかりますか？どんな回転するか予想してみてくださいね、これ。大事ですから。Y 軸を中心に、1秒間に4回転の速さで回る。まあ、これはいい。見ていきましょう。もう、わかりましたか？そうです。Y 軸というのは縦。なので、うわーって回ります。高速スピンしてる。Y 軸のね、中心に回転すると、こういう向きに回転する。OK、OK、OK。ランランラーン！エロガンツな Y 軸高速スピンボーというものです。いいね。さあ、Y 軸とはポールダンスのようなね、軸向きのことです。いいね。さよう、そのポールを軸にくるくると回転していたわけです。さて、次、Z 軸。ね、最後の Z 軸ポート。見ていこうか。Z 軸とは、奥行き方向の軸。で、時計の針のような回り方だってね。これは、わかるかな、みんな。ボタンノードつないでみる。じゃあね、毎回変えてくれるね、これ。L ボタンで伝えよう。さあ、L ボタンで Z 軸を回転する。皆さん、Z 軸ってどんな風に回転するか想像できましたか？いいですか？いきますよ。はい。L ボタン。うおー、そう。こういう回転。反時計回り。ね、奥行きにグッて刺してる感じだからね。こっちは。で、俺、右回転か左回転か、ちょっと俺逆だったんだけど、俺の想像は。ちょっと違ったわ。さて、Z 軸ボードにプラスの数を受け取ったときは反時計回りに回るようになってる。はい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 。 L だから左に回ったと思った。ほほほ、そういうわけではない。回り方もルールがある。なるほどね。X 軸の場合 X マイナスから見て、反時計回りに回転する。はい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 。 Y 軸の場合は Y マイナス側から見て反時計回り。なるほど。基本的には反時計回りに回るってことなんだね。うん。入力ポートに同時に数が入力されてもこのルールは変わりませんよ。ちょっと待って、別々に回転できるのか。もちろんですよ。斜め回転もできるってことだよね。お、来た。スティックノードン。うん、私がリードします複雑な回転技にチャレンジしましょう。L ボタンと上下でなんか変な動きするんだね、これで。じゃあ行ってみようか。上下。L ボタン。うわー、斜め回転きたー。複雑な動きになるんだっていう。まっすぐな状態はリトライだよっていう。オッケーオッケー。へえ、いいねこれ。
綺麗なオブジェクト作れそう。エクセレント、私の華麗な無重力ダンス堪能できましたか。もう何がどう回ってるか私俺には分からん。複雑だったよ。反対にも回したいところだね。 R ボタンでねマイナス26するとかして、私の華麗な回転技がどのようになりたっているかなどをね理解しなくても大丈夫。ダンスは心で感じていただければ十分だわら。こんな感じで混ぜるものノードを使えばその通り回転するものをゲーム画面に出すことができるんだっていうね。まあ横で XYZ を軸とした回転するものを使うときにはこの子を呼ぼうっていう、そういうことだね。どういう風に使うかっていうのはね、またこれ応用次第だなって思うんですけど、まあね、このゲームが多分レッスンで教えてくれるでしょう、多分、おそらく。はい、では、レッスン7、もう続けてやっていきましょうか。新しいノードもないのでね、くるくる回る敵を作れ。回る敵、来ましたね、ダイダルさん。さあ、ステージ作りもいよいよクライマックス。前回のくるくる回る障害物を応用して、最後のボス作るんだ。ボス、やべえ。では、くるくるっといきましょうか、裏側へ。え、ボスやばくない？最終ステージです。敵エリアを増やしましょう。え、敵も増やすの？ボス戦。ボス戦まであんのやばくね？さあコピーしていきましょう。どん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 。ね、コピーして。めっちゃそんな置くんか。そんな置くんか。ラスボス戦に向けて。青い枠へ。エリア増殖完了。壁も増やそうか。よし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 。もうゲームの中、このゲームのねえボブくんだっけ、ボブくんにはもうゴールが見えてんだろうな。ほんとどんなゴールなんだろう。さあ見えない壁もいつも通りやっていきましょうか。まあ、この辺の作業はもうお手の物ですよね。へい、バッチリー。さあこれで、ステージを確認できるようにね、ゲーム画面またノードンをねずらしましょう。わ、賢いねこのゲーム。 UFO ノードンもはい、ずらしちゃいましょう。賢いね。よし、じゃあ一旦今作ったもの見ていきましょうか。さあこれ最終エリアですね。新しいステージができました。では最後の王子掛け、くるくる回る敵を作ろうか。マジで言ってんの？どう作るんだ。まずおしゃれなもののどんをコピーしてください。またエイリアンくん、ボスなんで大きくしよう。あ、そうか、物は大きくできる。で設定を開いてねえ、ここをはい、ゼロにしましょう。で、動くようにしておく。見ていこうか、でっかいやつ。うわー、キモー、出たな、巨大なエイリアン。最後のボスって感じです。あ、弾でやっつけられるかも確認したいのでね、リトライしてください。もう死んだけどな、今。さあ、弾を撃ってやっつけましょう。えい、弱っ。壊れ方も大迫力。雑魚的と変わらん。くるくる回るプログラムにしましょう。さあ、エリアも自分で回ることができない。前回も出てきた回せるモノノードンの力。あ、なるほど、わかった。もうそう、回せるモノノードンの振る舞いを見えないにするんだ。もうネタバレしたわ俺。特殊なもの、回せるもの、これだね。回せる直方体、設定を開いて動くだけにしてください。いや、そうだよね、これ。見えなくするんだ。見えなくても回り続けますよ。さあ、定数ノードンを入れましょう。定数ノードンを出して。あー、設定開いて、0.3、あれ ?0.3 にしましょう。で、0.3 をつなぐのかな ?Z 軸につないで、連結させる。さて、はい、下から上、こっちですね。大丈夫。これで大きなエリアが回ります。マジで？こんな簡単に？あらら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 ら、回転してるわ。回ってまーす。は、文句なしの迫力。やばいやばいよ、くるくる回る敵だ。なるほど、そんな風に作るんだ。ではでは、これでステップ7のクリアー。うわ、簡単だったなー。最後にふさわしいくるくる回る巨大な敵の完成です。振る舞いの見えるをオフにした、回せるものどんどん連結すれば自分で回らないものでも回すことができるんだっていう。うわ、これやばいな、ほんと。この回なんか、いっぱい回るもののギミックとかあると思うんだけど、そういうのを多分ね、これでだいぶ身につくんじゃないかな。さあ、もの次ないよないよねって言ったけど、あったわみんな。このうどんガイド。
はい、ではちょっとね、最新着こなし術についてちょっと聞いていきましょうか。で、見ていきましょう。ノードンガイドです。マグロ、さあ、おしゃれなものノードンが教える最新着こなし術。おしゃれなやつ何があるのか教えてくれるのかな。こんにちは、マグロがいるねって。マグロを動かしてみて、マグロが動いたわね。このマグロはおしゃれなものだから普通は操作できない。さあ、おしゃれなものを動かす仕組みよ。これを連結させていいのかな、多分。やっぱそうだよね。あら、いらっしゃーい。わあ、やっぱこういうことか。最新のおしゃれ教えちゃうわ。今のトレンドはマグロ。ヘイユ、ハマチ。マグロにはやっぱ命の躍動を表現してほしいわ。だから動かせるようにしちゃった。マグロを動かす秘訣は、そう、私と連結してることよっていう。ね。動かせるモノドードンを見えなくしてってか、動かせるようにしてるのか、連結して。これ、抜群テクニックだね。ダイヤさん、治ってませんか？毎日の運動大事っすぞということで、僕はスティックノードンさんから入力を受け取ってます。左右でグリグリ動くやつ、グリ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 、定数ね、入力を受け取ってものを動かしてるんですねっていう。振る舞いの見えるがオフ、そうですね、この動かせるモノノードンの振る舞いがオフになってるからね、頑張って動いてるんだよってことで、連結してる。おしゃれなマグロが おしゃマグ一緒に動かせるわけよね。一緒に運動するのもいいトレーニングっす。いやー、ダイダラさんが物動いてる様子見られるように、振る舞いの見えるをオンにしてください。やってみようか。よし。どんな風にくっついてるのか気になるね、確かに。あー、なるほど。そういう感じなんだ。マグロと重なって、直方体が見えるようになった。これが動かせるものよっていう。ね、こうやって動いてるんだ、一緒に。ね、くっついてるけど。マグロは動かせるものと一緒に動いてるんだ。直接マグロを操作してるわけじゃないんだっていう。マグロを操作してる風に見えるだけってことだね、要は。動かせるものと一緒に動く姿見てくれたかしら。で、マグロに、ね、動かせるものが寄り添って動いてる。あ、ラブパワーね。ナイスセンス。さて、動かせるものどんどんと組み合わせたら、いろんなおしゃれなものを動かせるんだ。あ、衣装チェンジしちゃうの。きた！なんか変わった！どんな姿かはお楽しみよー。上下スティックノードン。じゃあ連結しようぜ。前後に動かしてみよう。じゃあ連結しましょう。下から上、この法則は大事。運動の時間だ、見てみましょうか。お相撲さんだ、うおー、相撲レスラーがいるね。迫る相撲、うん、どすこい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 。何やこの相撲は。相撲レスラーが歩いてる姿、大横綱のオーラね、すごいわ。次のトレンドのマグロやったでしょ。ねえ、リアリティたっぷりに優雅に泳ぐ姿を見せたい。どうすんの、衣装チェンジ。またマグロになった。 UFO ノードン、うわ、 UFO ノードンと連結すんのか。これ、私マグロのおしゃれなモノノードン UFO に連結すれば、お空を泳ぐマグロができるはず。インパクト間違いなしですわーっていう。やってみようか。これで一緒に動くはずだ。きたー。でも動かせるけど落ちる重力で、重くて動かせられない。マグロって重さがあるんだ、やっぱ。マグロが重くて動かないみたい。で、おしゃれなモノノードの素材を無重力にするんだ。ね、素材の無重力ってこれ大事だよね。重力を消せるんだってやつ。これ。手でも閉じましょう。見てみましょうか。きた、マグロが落ちずに浮いている。スバラピオですね、これも。マグロが泳いでる。ナイスです。ナイスです。さあ、こんな感じで UFO と連結するとおしゃれなものももっと自由に動かせるんだよっていうね。おもろいな、これ。マグロ、口動いてる。なんかマグロ泳ぐゲームとか作りそうやな、これで。おかえりーってことで。ね、海から飛び出して自由に泳ぐマグロ。ね、束縛からの解放。ナイスセンス！いいね。大体もう私と動かせるものノードンや UFO ノードンと組み合わせて、あなたのアンテナにビビッときたものを作ってねっていう。だから、おしゃれものと、ね、動かせるもの、ね、UFO ノードンと、なんかおしゃれなものみたいな感じで、プレイヤーキャラクターを人や UFO だけじゃなくて、他のものにもできるってことだね。これ面白いよね、ほんと。新しいテクニックって感じ。はい、今回はここまでにしましょうかね。今日やった、ね、内容としてね、まあ、回転するものとかあったんですけど、あとはね、この弾を発射するノードンとかでも、素材を無重力にすることで、このゲーム画面を、の重力を減らして、前回やったと思うんですけど、重力を減らさなくても素材をね、無重力にするだけで弾はね、まっすぐ飛ぶようになります。
ね、こんな風にね、いろいろとね、設定に応用が効いたりするのでね、覚えておきましょう。まあ、今回復習するところはね、特にないかなと思いますのでね、ね、リファレンスとか皆さん見て、サイト確認してみてください。またもゲーム作るときにね、もっともっと回せるもののどんとかはね、どっかで使っていきましょうか。よし。それでは終わりたいと思います。チャンネル登録しない方はチャンネル登録や高評価よろしく。また見てね、おつぽよ。